疲れ様です。グッドヒル、広報担当の平尾です。今日は、グッドヒル米子店に来ました。米子店はあらできない、ホテル和光の中に入っております。何でしたっけ何も考えてない何も考えてない今日グッドヒル米子店に来ました。ゆたに店長です。よろしくお願いいたします。広山さんの拍手がよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。ちょっと2人とも動画に不慣れでめっちゃ緊張してるんですけど、はい、よろしくお願いします。お願いします。ゆたに店長はグッドヒル米子店の店長です。一応です。一応ですけど。一応なの。はい。何年目ぐらいですか。なこれいきなり言われると詰まるんだけど。何年だ。あ、そうです。何年だ。新卒からですね。新卒から。入社は新卒からだけどですけど。もうタメ口です。入社は新卒からですけども、もう勤めて30年超えました。おお、はい、そうなんですね。はい。新卒から。そうです、そうです。新卒から30年、ちょうど30年くらいですか。そうですね、はい。まあもう、まあもうっていうか30年ちょっと超えましたね。ずっと米子店ってわけではないんですよね。もともとは小山の店から入って。あ、そうなんですね。そこからまあ卸の営業、まあ、うち そのグッドヒル あの卸部門もあるんですけど、そっちの方の営業で広島に行ったりとか、はい。でまた地元に帰ってからはあの駅南の鳥取の店にもいました。あ、そうなんですか、はい。あ、じゃあもうグッドヒルの今の店舗は全店舗もう回られてる、回られてるっていうか、まあ、全部働いたことがあるっていう。そうですね、当初、まあ、今の3店舗に関してはもう、はい、全店コンプリートしましたけど、まあ、前は結構8店舗ぐらいありましたので。へえー、あ、そうなんですね。はい、まあ、時代に合わせて今はもうオーダーに特化した店になってますけど。あ、オーダー以外も やってたところですか。そうですね、まあ、量販店さんみたいに既製服も売ってカジュアルも売って、まあまあ、全般的にちょっと扱ってましたけど。うーん、はい。それどれくらいまで、何年前くらいまでそんな感じだったんですか。そうですね、まあ、急に振られるとまた大体です。まあ、バブルが弾けてからはもう今の携帯によく変わりつつありましたので。ああ、そうなんですね。はい、90年ぐらいですかね。ですかね。まあ、とりあえずもう20年、まあそうですね、20何年、25年ぐらい経つんですかね。はい。あ、でもユータの店長が働かれて、まあ、ちょっとしてからちょっと携帯も変わっていって。そうですね、少しずつやっぱりうちの本社もオーダーメインでやってますので、作っておる会社ですから、まあそこだけをまあメインに今はなりましたけど。もうで、その入ったきっかけっていうのはスーツが好きだからとか、そういう服が好きとか、そういうのある？まあ、もともとそうですね、スーツが好きっていうよりは、まあ、ちょっとやっぱり服が好きっていうので、うん、まあ、学生の頃はやっぱり私服とかね、結構やっぱりこだわって買ってたので。まあ、ちょっとちらっと聞いたことあるんですけど、すごい髪型とか。ああ、当時すごい奇抜な髪型とかされとったっていう、そういうの聞いたことあるんですけど。はい、若い頃はと尖ってた感じ。いや、まあ結構目立ちたかったっていうのも一つありながら、やっぱり個性を出したかったっていうのが、まあ、ありまして。で、まあ結局なところはスーツでもそうですけど、まあ、その20代とかの頃はね、やっぱりこういう業種、せっかくのこういう業種ですから、はい、好きな髪型もできますし、
まあそうですね、あの普通 の、まあその公務員とかそういうあの、まあ、会社勤めっていう感じで、うん、まあ硬いスーツしか着れないわけでもないので、そうですね、はい、まあ、特徴のあるようなスーツをせっかくだったらあの自分が着たいみたいな感じで、うん、いろんなのを作りましたね、はい、その頃の写真とかって残ってる？いやー、あまりそうですね、写真そのものがあまり好きではなくて、はい、まあ、あんまり今もあれですもんね、苦手なんです、はい、お互いなんですけど、はい、まあ、あんま残ってないですか？そうですね、スーツ姿でっていうのはあまりないですね、ちょっと一回見てみたかったですね、はい、まあ、当時の髪型っていうのは残ってますけど、あのスーツで誰かに撮っていただいたっていうのはあまり残ってはないかとは思います。その写真って見せてもらえたりします？いや髪型の、いや、それは構いませんよ、はい、いいですか、はい、もしかしたらちょっとインスタで見えるかもしれない。考えます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。じゃあ湯谷店長がスーツを作るときに大事にされてることというか、もうこう何ですかね、こうスーツへの思いみたいなのを言ってもらえると、まあ、今は正直なところ、一番やっぱりお客様がこういう感じのものが欲しいなっていうものを、やっぱりそれをまあ最終作ったときに良かったって言っていただける、まあ、一着が作りたいっていうのは正直な気持ちですね、まあ、満足いただけるっていうのは、まあ、思ってた以上に良かったって言っていただければ一番最高ですよね、はい、先ほどもちょっとお話しさせていただいてたんですけど、はい、なんていうんですかね、そのスーツの、うん、まあ、お客様の好みを聞くところからしっかり聞いて、でそれをまあお客様の好みと店長のこの知識をこう全部含めてバランスをとってお客様に満足していただけるスーツを作るっていうことを伺ったんですけど、まあ明確に例えばお客様の方がどっかで見た あんな感じのスーツかっこいいなとか、こんな感じの色でこういう風なデザインで作りたいなってものをお持ちの方もいらっしゃれば、まあ、やっぱり、今度こういう結婚式の披露宴で着ていきたいんだけど、どういうものを周りの人が着ていくんだろうとか、まあ、よく分かっていらっしゃらない方でもスーツが必要で、そこでまあ自分がちょっと似合いそうな服ってどんなのですかって言われれば、やっぱりまあお客様はただまあお客様はまずどういうものを着たいのか、そこを聞きながら、まあやっぱり今の傾向も説明して、でその中で最終どうされたいかっていうところを大事にして、まあ一緒に作りたいなと思ってますけども、ちょっと僕も、今この次ですかね、この次のこの前秋冬用のスーツは作ったんで、はい、夏用、春夏用ですか、はい、春夏用のスーツはちょっと湯名古店で作らせていただきたいと思いますので、ありがとうございます。ちょうど良かったです。今でも作れます。ちょっと心の準備が全然できてないんですけど、まあ、ちょっと宇谷店長の熱い話も聞かせていただいたんで、皆さんぜひちょっと湯名古店に来てください。お待ちしております。よろしくお願いいたします。じゃあ今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。バイバイ。